スキージャンプからの放流の様子両岸から放った水を空中で衝突させる一つせダムダムのスキージャンプとはダムに付随する予水破棄の原生功としての形態の一つであるダムの高い位置からスロープ状の水路が設けられておりダムから溢れ出た水がこれを駆け寄り高い位置から空中に放出されるスキーのジャンプ台に見えることからこう呼ばれているスキージャンプのように 放出先である下流の河川水位よりも高い位置から水を放出し落下させるものを総称してフリップ式水叩きという。放たれた水が水面に落下する際、衝撃で川床が潜屈されることになるのでダム直下が潜屈されないようダムからできるだけ遠く離れた地点に水を落下させる必要がある。とはいえ周囲にある空気を抱き込みながら拡散して落下するので その勢いは低減され、川床の旋屈は、ある程度抑えられる。余水破棄に、フリップ式水たたきを採用する例としては、重力式、コンクリートダムや、ロックフィルダムなどダムの形式にとらわれないが、高さのある、アーチ式、コンクリートダムでは特に高い位置から水を空中に、放出するよう設計されており、これを、スキージャンプと呼んでいる。 日本における例としては、宮崎県にあるウェシーバダムや一つゼダムのスキージャンプが特徴的で、左岸、右岸の両岸から勢いよく、放った水を空中で衝突させるという、大変派手な設計をしている。もっとも、経済面では、ダムの中央から水を落下させる形式の方が、スキージャンプよりも有利である。画像は、国土交通省。 国土画像情報より作成した一つゼダム。ありがとうございます。